一瞬携帯をなくしましてどうなることかとヒヤヒヤしましたけど、無事に配信できた。ヒヤヒヤした。めちゃめちゃ焦った。初めて携帯なくしたと思ったちゃんとありましたよ。ポロッと落としてしまった。そうそうそう、ありがとうございます。そうなんですよ。あのね、そうなの。お、最後そうなんです。今日はね、サプライズで、秘密でだったんですけど、シークレットゲスト、いつも HKT さんがツアーでされてる48の中からどのグループが出るかみたいなっていう、あ、現地見に行ってありがとうございます。そうですそうなんですよ。あのね、そう、すごく言いたかったんですけど、やっぱりあの言っちゃダメというか、あのシークレットだったから言えなくて、めちゃめちゃ言いたかったんですけど、そうだから今日は何をなんかね、たこ焼きもメールに送ったらね、バレるしなんか衣装の自分も、ヘアアレンジしてる自分もね、なんかしたらなんかもしかしたらわかるかなみたいな。いや、そうなんですよ。なんか大阪だったからね、NMB さんかなって思われたと思うけど、そう、まさかの夜公演 STU でね、なんかね、多分なんかね、てて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 、じゃーんってな感じで、なんか AKB さん、SK さん、NMB さんみたいな、もう全部の48グループがあって、 ST もあるんですけど、そこにじゃーんってルーレットみたいな、そうそう、なって、それなった瞬間になんかもう会場が土曜みたいな、うえーみたいな、なんか声が聞こえてきて、えーみたいな、おーみたいなそうそう、だからなんかそうざわついたんですよ。そうなんです。あ、そうなんですか、ありがとうございます。あ、そうだったんだ。そう、ドーンって声が聞こえてきました。いや、びっくりするよね、確かに。まあそんな感じでね、そう言いたかったん、皆さんに言いたかったんですけど、車検です。ああ、お待ちしてます。会場でね、多分 HKT さんのもすごい応援されてる方とかもね、まさかのびっくりだと思うんですけど、ありがとうございます。赤と黄色のペンライトね、なんかね、3名ぐらい3箇所ぐらいで見えたんですよね。そうなんですよもっといた？嘘近隣がでもなんか、なんだろ
HKT さんあんまりペンライトっていうよりかはなんかさ、うちやとかグッズとかな気がする。ありがとうございます。そう、ツーショット写真もツイッターの方に載せました。そうそうそうなんです、そうなんですよ。 STE はすごいペンライトねって感じがするけど、ありがとう。でもそうですね、 HKT さんのファンの方々ね、すごい優しかった。多分そう まあですね、これを機に知ってくれたりとか、知ってくれたり見つけてくれたりしたら嬉しいです。写真なんかエンジンしてからで、その本当にやっぱり忙しかったから、 HKT さんはやっぱりもう本番間近、本番寸前なとこだったんで、めっちゃ急いでたから、もうそうエンジンした後はもうすぐパッって感じでした。だからお写真はそうあんまり撮れなかったんですよ。あ、本当？お隣あかりさん引用リツイートしてくれたの。私が携帯をなくしてる間に、そう、集合写真も載せました。え、ほんとだ。え、待って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 、やばい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 よやばい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 よ。嬉しすぎる。やばい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 よ。今知りました。ううで、電話は最悪。これはやばいよ。すごいなんかめっちゃ褒めてくれてます。嬉しい。返信返信。ありがとう。ありがとう。このなんかこのコメントも、コメントのあの方も。ありがとうございます。優しい。そうなんですか。こんばんは。
私はもう呼吸忘れそうになる今本当に呼吸忘れそうになった。危なかった。はあ、ちょっとあの呼吸しますね。はあ、意識的に呼吸しなきゃ。はあ、すみません、息しなきゃ。でもそうなんですよ、 PR 舞台としてなんだろうね、初めてだったんですよね、今日が。ちょっと取り乱してるんですけど今初めての初披露っていうのかな、今日は7人で統一 PR 舞台ですと言って、そうやってステージでなんかするっていうのですよね。そう、初めて初披露が今日ですって、あの MC でもねそういう話をさせてもらったんですけど、そうだね、結構急遽っていうか、多分いろいろこうタイミングとかいろいろあってなんかこうなったと思うんですけど、いろんなタイミングがね、いろいろあって、あ、ありがとうございますね。そうなんですよね、だからでは2曲でのね披露だったんですけど、ありがとうございます。そうそう、花は誰のものと、あと夢力はそう私たちと、あと HKT さんみんなで一緒に踊って歌ってだったんでね。今回はサプライズとしてね言えなかったんですけど、でもそうやっぱりファンの方にもね、これからたくさん見てもらって STU いいところいっぱい知ってもらって、そう言っていろんな幸せの重なりが増えていったらいいなって思います。そうなんですよ、いろんな、そうあの HKT さんとのツーショットでしょ、本当にあの本番間近だったんでね、もう結構バタバタしてましてね、あんまり撮れなかったんです。なんかね、楽しかったよ、ありがとう。そうなんです、でもまたあのまた機会がありましたら、あのねそういう交流があったらいいなと思います。あ、ありがとうございます。あかりさん、あかりさんね、すごい優しかったです、可愛いし優しかったです、
なんかあかりさんは本番間近だったけど結構話してくれてそうそうそう、結構みんなバーって感じだったけど、あかりさんはなんかとか愛知さんとかなんかそうあのなんか話してくれましたなんかそう残ってくれて、そうなんですよ。サイヤンちゃんって呼ばれてる。待って、嬉しすぎる。あかりさんがすごい褒めてくれて、そうなんですよ。アイチーさんと写真撮った時になんかそう褒めてくれて、写真撮ってくれて、話しかけてくれたり、そうアイチーさんはそうなんですよ、ショールームアワードで一緒に表彰のみだったの、表彰のみ表彰されてて、その時にあの結構話してて、そうそうそう、すごい話しやすくて、そうすぐ打ち解けてって感じだったんですよ。でその後ね、花はダイヤのものをつぶえてくれたりとか、あっショールームされてる、あらあら、お疲れ様です、あらあら、そうなんかドラフト3期生さんが結構あの出会ってすぐわーって感じになってて、いやなんかドラフト3期生さんの絆ってやっぱりすごいなって思って、すごい関わりですよね、違うグループではあるけどみたいな、なんかいいなと思って、うん、そう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 、やっぱりこうなんか NMB さんも集まってたし、ドラフト3期生さんで ST も集まっててわーってなってて、そう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 、なんかうん最近素晴らしいなって沖さんにも言った、マイケルさんにも素晴らしいですねって。絆ですね。そうそうそう、同期の絆。そう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 。いいな。そう、ほっこりほっこりしました。うん。あとそう、さやまるさんも同じさやかっていう名前でね。あのさやかちゃん、さやかちゃん、さやかちゃんって呼んでくれて、なんか同じさやかだねみたいな感じでそう話しかけてくれて、あの写真撮ってもらった、複雑話し会始めましてします、待ってます、かわいい、ありがとう。あーそうだよね、何ありがとう。え、何、アイチーさんからガチで可愛すぎて大好きです、伝言、え、すいません、え伝言ですか、え、ありがとう、うん、わーありがとう、伝えてくれて伝えてくれてありがとう、そうなんですよ、あなんか6月19日のねお話し会のあれのあのあ時間は取れましたかね、
今日からもう申し込みは枠の、予約というか申し込みはもう始まってるんですけど、忘れてた？あら、まだ申し込める時間まだありますということでよろしくです。最初ちょっとサーバー重かった。へえ、いやそうだよね、やっぱり結構安心できない。まだあるということですので、そう、私確認しようと思ってもなんかアプリが必要でなんかよくわからなくて確認できなくて。ありがとうございます。すっかり忘れてたけど取れた、よかった。あ、星集めもっと仲良くなりたいって、え、嬉しい。アイティーさん、あった、めっちゃアイティーさんリハをね、リハとか本番とかモニターで見させていただいてたんですけど、歌がうますぎてびっくりした。てか可愛い、可愛いし、めっちゃ褒めてる。嬉しい。ちょっと見たいけど見たい、その褒めてるとこ見たい。あ、ありがとうございます。あ、今日なんか今日暑い、今日暑いな褒めるすごい嬉しくてホテっていうのか分かんないけど、今日暑い。髪型のファン、髪型のファン、ちょっと髪型のファン、ありがとう。髪型のファンね、うん、うーん、そう、美白なんです。愛知、はい、私はもっと仲良くなりたい。嬉しい。なんかあんまりそこってさ、なんかあんまりね、握手会とか今ないからさ。え、タワー、待って更新する。あ、あ、ナピちゃん、ナピちゃんタワー、ありがとう。ありがとう。ハート。ケーキのタワーありがとう。あ、じゃあ全然ごめんね、ありがとう、ごめんね、全然大丈夫だよ。ありがとう、誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、素敵な1年&サイアン神吉の1年にしようね、ハート。今日このハート、おめでとう。ルダハート、ルダハートって言うんだ、これ。ほほ、ほほハート、ほっぺ、ほっぺハート、ハートほっぺ、よいしょ、かいわあ、高尾炭治郎さん、良平さん、左にハットさん、せいやんさん、直樹さん、良じいさん、ホタテ様、なおなおさん、しんさん、鳥取太郎さん、テエールさん、国彦さん、けんちゃん、リクトさん、いわちゃん、スーパーカブさん、バルボンさん、メガバイトさん、炭酸せんべいさん、あおちゃん、ロックオンさん、ヒロさん、くま、
はんちゃん、大西くん、えんちゃん、みつるんさん、きん、つりけんさん、おのぴーさん、きちねさん、りんさん、いいね、あさとしさん、ぼんちーさん、なりばーさん、えいちゃん、ひらにーさん、なんばのひさとさん、たり、ソウルメイトさん、くま、かんてさん、くま、おにさまをひろたようさん、くま、くまおい、きちねさん、うん、かたむつりさん、鳥取太郎さん、てるさん、しんじさん、ありがとう、つりけんさん、おにしくん、ありがとう、え、今日かわいい、え、嬉しい、テンション高い、ありがとう、めっちゃドキドキした。なんかなんだろうこの緊張感、なんだろうねすごいなんか心臓がドキドキして、すごい緊張感あった。なんだろう、やっぱいつもと違う感じだ、なんだろう、だからだろうな。そうそう、やっぱりゲストというか、いつもねなんか自分とか SNS のファンの方がいらっしゃってって感じでね、やっぱりちょっと安心感というかやっぱりあるんですけど、ありがとう。そうだね。なんかね、これからね、あらゆる場所でこう活動していけるので、うん、楽しみだし、やっぱり。たくさんの方に知ってもらったりとか好きになってもらうっていう思いをずっと特別に持ちながらもいろんな思いを持ってね、行こうと思ってます。楽しそうなさん見ましたよ、ありがとうございます。なんとなんか、え、 HKT さんのファンの方とか今見てくれとるんかね、ありがとうございます。今日はありがとうございました、見守ってくださり、呼んでくださり、配信とかもね、なんかアーカイブとかあるかな、見てくれたりとかありがとうございます。6月10日、そうなんです、私一応今 STU なんですけど福岡出身で、なんです
でよく HKT さんの劇場とか行かせていただいてて、なのでそんな感じでではでは、タワーのお礼、ナッピーちゃん、じゃん、ありがとう。ナッピーちゃん、ありがとう。スーパーカブさん、ナオナオさん、監督さん、キチネさん、メガバイトさん、釣りけんさん、アルフォートさん、コナタンさん、キュマグンさん、ちくわドーナツさん、ありがとう。え、大丈夫？今日が終わっちゃう。ちょっと今日はもう気持ちが、あのね、なんかちょっとなんというか、なんというか、なんというか、まだ落ち着けてないし、まだ話せてないこともいっぱいあるけど、また明日明日からもよろしくお願いします。あ、5周年コンサートの申し込みもありがとう。今ありますもんね。ですね、今日はちょっと落ち着けようと思います。もういろいろ、はい、あまり実感が湧いてないんですよね。まだまだ実感が湧いてないんですよね。急なことすぎて、ほんと、そうなんですよ。なんかね、大阪行って、でね、今帰ってきてるんでいや、もう広島の方に帰ってきてるんで、最近知りましたよ。そうなんです。だからあっという間という感じで、大阪の滞在時間自体あんまりないんですけど、でね、そうですね、あ、壇上変わったかな。余韻、余韻でしょびっくりよ。うん、ありがとう、勝った。では今日の1位はナピちゃん、2位は難波の久人さん、3位はセイヤンさん、4位はふたて様、5位はいわちゃん、6位はスーパーカブさん、7位はみつるんさん、8位はけんちゃん、9位はかんてさん、10位はなおなおさん、11位はきちねさん、12位はソウルメイトさん、11
13位はかたむつりさん、コッペさん、王子様拾ったようさん、ロックオンさん、まさとしさん、メガバイトさん、リンさん、ありがとう、高尾炭治郎さん、あおちゃん、えいちゃん、ありがとうございます、ちゃん、アルフォートさん、エビスさん、ジャッキーさん、なおやさん、いくごぴょんぴょん、らくらくさん、炭治郎さん、監督さん、ごじゅアップくん、釣りけんさん、ケリーさん、ありがとうございます。はーい、はーい、そんな感じで急ぎ足の話でしたけども、よしのりさん、監督さん、なおなおさん、あ、ありがとう。急ぎ足、急ぎ足、痛み足、みたいな、みたいな。ありがとう。急ぎ足、痛み足、みたいな、みたいな感じで。いや、ありがとうございます。なんかありがとうございます。忍び足、忍び足、忍び足じゃない。軍内、あ、リアルお話し会、今日あれがあったのか、当落、待ってまーす。関東だけ月、関東、ひえー、なんかお腹空かないや、どうしよう。とりあえずなんかまたあのちゃんなんかね、あの複数の曲をあの固めたパフォーマンスをストージ PR 舞台でしてるね、そういうイベントをファンの方に見てもらう日が来る時まで練習など頑張ります。あのフェスもいろんな結構複数の決まってるし、もうすでに、あとはね全国ツアーもあるし、5カ所の、あとあの全国ツアーと、あと出張公演もありますからね、そこらで頑張ります。LINE スタンプも気になる。LINE スタンプ顔どんな感じなんだろう。どれか一つ行きたい、待ってます。ピューロランドもある。スタンプどんな感じなんだろうな、顔系かな、イラスト系かな。うん、顔系、顔系ある、実写系あるかな。そうなんですよ。そしたら何、どんなスタンプがいいかな、セリフとか。もう絶対推ししかないやんは絶対にもうあると思うんですけど、
押すしかないやん、使う？もし LINE にあったらそのスタンプ使う？ファンの方の間では使うかな、あの仕事とかだからやったらなんか使いにくいっていうかかもしれんけど、使い勝手はあるよ。結束力いいね、結束力いいね。なんこれね、なんこれね、なんこれと結束力と、ありがとう。もしなんかセリフなんかありますかって言われたらそれを迷わず言うよ。やばいよやばいよ、ちょっとちょさっきないやばいよやばいよって。なんこれ使える。ね、全然勝手に今言っとるけどね、実写版とか。もしそうとしたらね、そうなったらいいなっていう感じ。ザジーさん、ザジーさんはなんそれよね、なんこれ。ちょっとなんか似とるな。ちょっと似てるな。ちょっと似てるな。なんこれ、これ絶対似てるよなって言われるやつで。疑惑出てきちゃうな。あ、あと30秒ぐらいですね。テールさん、リンさん、ありがとう。ではでは、ありがとうございます。バイバーイ、おやすみなさーい。ゆっくりとお眠りになって言い方お眠りになって、ありがとうございました。